会2年の桜井あかねです。お昼の放送で聞くから知ってる？ありがとう。そうやって話したりするのが好きで、将来の夢は実況アナウンサーになることなんだ。アナウンサーを目指してるからね。早口言葉は結構得意なんだよ。え？ここで早口言葉を？ちょっと緊張しちゃうけど。それじゃあ、この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。どう？なかなかすごいでしょ。放送委員2年のおしいともだよ。よろしく。いつもはあかねちゃんのサポートをしてます。ボタンを押すのが大好きだよ。放送部のブースにはいろんなボタンやスイッチがあるからお気に入りの場所なんだよね。どうしてもボタンを押したくなって、時々みんなをびっくりさせちゃうこともあるんだけどね。裏方とか機械いじりが好きだから、これからも頑張らなきゃって思ってるんだ。あ、そうだ、あとは工場見学とか行けたらいいな。おー、どうしようか。ねえねえ、あかねちゃん、ボタン特集っていうのはどうかな。放送室にあるボタンを私が一個一個紹介していくっていうの。あ、それはいいね。ともちゃんらしい特集になりそう。じゃあ私の場合はマイク特集かな。それならボタンもマイクも一緒に紹介しちゃおうか。放送室探求の旅みたいなノリで。うん、それいいかも。お、あれ、なんで放送室に？え、私たちの声が聞こえたって？あれれ？あ、ドアが半開きになってた？私がちゃんと閉めてなかったみたい。ああ、そういうこと。完全防音のはずなのにおかしいと思った。ああ、うん、別に聞かれて困るような話をしてたわけじゃないよ。ちょっと放送委員会の会議をしてたんだ。2学期にやる文化祭についてね。うん、私たちも作品を出すつもりなの。しかも今年の作品はすごいんだよ。映像を使って放送委員会の番組を作ろうと思ってるんだ。どうやって映像を撮るのかって？そこはね、映画研究会にお願いしたんだ。さすがに撮影は私たちじゃできないからね。映画研究会も学園祭用に作品を作ってるらしいんだけどね。でも数日だったらこっちの撮影を手伝うよって約束してくれたんだ。あかねちゃんが頼んできてくれたんだよ。せっかくの文化祭だし、面白いものを作ってみたくて。それに放送委員会の活動をアピールできる絶好の機会だと思ったし。私たちの作った作品を見て放送委員会に入りたいって人が増えたら嬉しいよね。うん、だから絶対いい作品を作りたいんだ。ちょうど夏休みで時間もあるから、私今年の夏休みはこの映像作品作りを頑張っちゃうって決めたんだ。ありがとう。やっぱり目標があるっていいもんね。何かやりたいことがあってそれをやり遂げることができたら、きっと忘れられない夏休みになると思うんだよね。ん？どういう作品にするのかって？そのビジョンはちゃんとあるんだよ。いくつかコーナーを作って、それをつなげた番組形式の作品にしたいと思ってるの。ほら、お昼の放送もいろんなコーナーがあるでしょ？生徒の話を聞いたり、校内のニュースを話したり、あれの映像版みたいなのができたら面白いなって。そうだね。確かに肝心なのはどんなコーナーをやるかだけど、それはね、その、まだ全然決まってないんだ。言わないでよ、ともちゃん。恥ずかしがっても仕方ないよ。思いついてないのは事実なんだし。まあそうなんだけどね。私こういうのを考えるの苦手みたいで。
渡された原稿をどう読んだら面白いかっていうのならいくらでも思いつくんだけどね。でも一から面白いアイデアを考えるのって意外と難しくって。アイデア出しに付き合ってくれるの？いいのかな、私たちに付き合ってもらっちゃって。嬉しいな、ありがとね。一緒に頑張って企画を考えよう。あー、さてと、助っ人も加わったし、これで会議も進むはずだね。それじゃあ、何から考えていく？そこから。仕方ないでしょ、何にも決まってないんだから。ん？何？私がどんなことをやってみたいか？は、いいこと言うな。それ重要だよ。うん、あかねちゃんがやりたいことをやった方がいいって。絶対。それなら私は何だって協力するし。ありがとう、たまちゃん。実はね、やりたいことのイメージはあるんだ。私、実況を絡めたコーナーをやってみたいの。おお、なるほど。確かにあかねちゃんは実況得意だもんね。得意かどうかはわからないけど、私が一番好きなのはやっぱり実況なんだよね。テレビで熱のこもった実況を聞いたら、それだけでワクワクしちゃうし、見た人があんな気持ちになれるような、そんな番組ができたら嬉しいなって。そっか、実況を生かした番組ね。具体的にはどんなんだろう？具体的にか、そうだな、何も思いつかない。まあ、いきなり言われてもなかなか出てこないよね。もう少し考えてみようか。そうだね、3人いるんだし、きっといいアイデアが出てくるはずだよね。何にも出てこない。もう無理なんじゃないかな。今日は諦めよう、あかねちゃん。そしてみんなでアイスを食べに行こう。ダメ、せっかく集まったんだし、方向性くらい見えないと終われないよ。ねえ、もうさっきから何にも思いつかないし。ん？何か思いついた？何？私たちだけじゃなく、学校のみんなにも聞いてみれば？なるほど、他の人に聞くのはいいかもね。私たちじゃ思いつかない企画が出てくるかもしれないし。だったらこういうのはどうかな。放送委員会らしく、部活の宣伝を兼ねたアイデアを募集するの。自分たちの部活を宣伝したい子ならいっぱいアイデアを出してくれると思わない？それいいと思うよ。学園のサイトで募集をかければ、みんな気軽に企画を出してくれると思うし。おー、いつの間にか学園を巻き込んだ一大プロジェクトになってきたよ。そうだね、すごくワクワクしてきたな。ありがとう、君のおかげで方向性が見えてきたよ。よし、そうと決まれば、まずはあれだ。みんなでアイスを食べに行こう。なんでそうなっちゃうの、おもちゃん。考えすぎて頭が痛いんだよ。糖分補給しよね。いっか、じゃあみんなで行こっか。アイス美味しかった。ごめんね、アイスまで付き合ってもらっちゃって。自分も食べたかったから平気。そっか、ならよかった。ところで君は夏休みの予定は決まってるの？え？毎日寝てばっかり？確かに夏休みだからぐうたらもしたいけど、ちゃんと体も動かした方がいいよ。私はね、毎朝公園で体操に参加してるんだ。
近所の子に混じって体操してるの。意外といい発声練習になるんだよね。早起きもできるし、いいことずくめだよ。もしよかったら今度一緒に参加する？朝から体を動かすのは気持ちいいよ。お、私こっちの道だ。それじゃ、今日は本当にありがとう。お互い夏バテには気をつけようね。じゃ、バイバイ。1、2、3、4 1、2、3、4。ほらほら、ハヤト君もちゃんと声出して。恥ずかしがってちゃダメだよ。はい、大きく腕を回して。あれれ、なんでここに？あ、そっか、前に公園で体操してるって言ったもんね。それでわざわざ来てくれたんだ。でも来るならもうちょっと早くだったね。ほら、もう最後の深呼吸だもん。大きく吸って、吐いて。はい、今日の朝の体操は終了。じゃあね、あかねお姉ちゃん。うん、また明日ね。あ、今のは近所の男の子、毎朝来てるから知り合いになっちゃった。お、この後？あ、ごめんね、私今日は予定があるの。実はイベントの司会と実況を頼まれちゃってて。模型屋さんが主催してるロボットバトルってイベントなんだけどね。うん、ロボットだよ。手作りのロボットを戦わせて優勝を決めるんだって。面白そうだよね。もしよかったら君も見に来る？本当に？嬉しいな、それ。ありがとね。これはより一層気合を入れなきゃだね。君の前で恥ずかしい姿は見せられないもの。じゃあ一緒に行こうか。うん、そんなに遠くじゃないよ。時間はまだあるから、お散歩しながら行こうか。ん？そっか、君は旅行に行ったりしないんだ。私も遠出はしないかな。今年は例の番組作りがあるし。お？今にゃーって言った？そうだよね、君がいきなりそんなのを言うわけないよね。でも確かに猫の声が聞こえたんだけど。あ、あそこだよ。ほらほら、木の上に登ってる。あれ、赤ちゃん猫だよね。なんであんなところにいるんだろう。って、はぁ、大きな野良犬。あの木の周りをぐるぐる回ってるよ。あの犬に追いかけられて木に登っちゃったのかな。でもあれじゃ降りられないよね。ああ、震えてるよ。ねえ、あの猫助けてあげられないかな。それいいアイデアだね。犬がこっちに気を取られれば、その隙にあの猫は逃げられるもんね。あ、この石はどう？これを投げてあの犬の気をそらさせるの。よし、じゃあ行くよ。それ、よし、犬があっち向いたよ。この隙に猫が逃げてくれれば。あ、こっちにも気づいた。うー、すごく怒ってる。あ、こっち睨んでるよ。うわあ、こっち来たよ。逃げなきゃ。まだ追っかけてくる。私限界、もう走れないよ。え、この路地の奥に？でもこんな狭い場所に二人なんて。
落ち着いてきたから、はあ、それでどうかな、あの怖い犬まだ近くにいる？え、確認してくるって平気なの？もうちょっと隠れてた方がいいよ。わかった、君がそう言うなら。気をつけてよ、噛まれちゃったら大変だからね。どう？まだそこら辺にいる？疾走もしたし、それに、本当だ、もう鳴き声聞こえないね。どっか行っちゃったのかな。はあ、よかった、すっごいドキドキしちゃったよ。はい、猫ちゃん、もうあの怖い犬はいないからね。安心してお家に帰りなさい。あ、私たちにありがとうって言ってるよ。かわいいね。まさか野良犬に追いかけられるなんてね。大冒険しちゃった気分だよ。何か忘れてる気が。え、実況？そうだ、ロボットバトルの実況だよ。うわ、もう時間ギリギリだ、急いで行かなくちゃ。はあ、よかった、なんとか間に合った。ずいぶん遅かったじゃないか。おや、君も一緒かい？あ、ネジカワさん。あ、そっか、ネジカワさんもロボットバトルに参加するんだよね。うん、今日のために R3PI 君に少々バトル用の改造を施してきたからね。悪いが優勝はもらったようなものだよ。では1回戦があるからまた後で。すごい自信だね。確かにネジカワさんのロボットは優勝候補だけど。あ、もうイベント開始の時間だ。じゃあ行ってくるから、私の実況姿ちゃんと見ててね。ロボット愛好家の皆様、ついにこの日がやってまいりました。最強の称号を勝ち取る一体は果たしてどのロボットになるのでしょうか。技術と魂のぶつかり合い、仁義なき最強決定戦、ロボットバトル、ここに開幕いたします。白熱の準決勝でしたね。まさに手に汗握る戦いでした。それでは次はいよいよ決勝戦となります。改めて両選手を紹介いたしましょう。まずは主催者の意地にかけても負けられない、
模型屋田村さんの手作りロボット、燃えるハートに鋼の拳、ロボ玉13号くんです。そして圧倒的な力で決勝まで勝ち進みました、ネジカワライムさんの手作りロボット、受け継がれる天才の遺伝子、 R3PI くんです。さあいよいよ決勝戦、泣いても笑ってもこの一戦で全てが決まります。ロボットバトル決勝戦、ファイト。おっと、ロボ玉13号くん序盤からいきなりのラッシュだ。パンチパンチパンチ、得意の連打で R3PI くんをリング際まで追い詰める。このまま落とせばロボ玉13号くんの勝利だぞ。決まるか、決まってしまうのか。うん、ネジカワさんがコントローラーのボタンを押したぞ。これは一体、飛んだ。なんと R3PI くんがジェット噴射で飛び上がった。そして空中から電撃攻撃だ。 R3PI くんの必殺技が飛び出した。ここで田村さんがタオルを投入。ロボ玉13号くんに駆け寄る田村さん、強い強い強い、圧倒的な強さで R3PI くんが優勝を決めました。どうだ、 R3PI くんの性能を思い知ったか。いや、強すぎだったね、ネジカワさんのロボット。あの模型屋さん第2回でリベンジしてやるって、その時はまた実況してくれって頼まれちゃった。次もあったらいいな、いいイベントだったよね、会場も盛り上がってたし。え、私の実況が良かったから。ありがとう、そう言ってくれるとすっごい嬉しいよ。やっぱり実況はいいね、みんなが一つになるお手伝いができるんだもん。私やっぱりこれが好きだな、この楽しさをもっとみんなに伝えたい。うん、そうだね、学園祭の番組がそんな作品になればいいよね。まだ何にも決まってないけど頑張ろうって改めて気合い入っちゃったな。あ、私こっちだから、じゃあまた。今日は付き合ってくれてありがとね。あ、どこか行くの？私は学校だよ。今日は放送委員会の会議があるから。ほら、番組用の企画を学園のサイトで募集したでしょ？あれが結構集まったみたいでね。その中でどれを採用にするか、ともちゃんと二人で話し合うんだ。え、来てくれるの？まさか迷惑なんかじゃないよ。私とともちゃんじゃ決まらないかもって不安だったから、いてくれたら助かるよ。それじゃあ今日はご意見よろしくお願いします。はい、これで送られてきた企画は全部だよ。印刷してくれてありがとね。それにしても結構集まったね。でもざっと見た感じ使えそうな企画は少なかったんだよね。え、そうなの？ほら、例えばこれ、某写真部の先輩が送ってくれた企画なんだけどね。企画タイトル、プールで泳ぐ女の子を永遠と眺め続ける番組。企画内容、プールで泳ぐ女の子を永遠と画面に映し続けて実況。以上。どうなのこれ。でもほら、
メールで簡単に書かれてるだけだし、本人の口から説明してもらえば印象が違うかもしれないよ。君もそう思うでしょ？ね、そうだよね。ほら、彼もそう言ってるし、やっぱり本人の口からこの企画への思いを聞いた方がいいと思うよ。わかったよ。あかねちゃんがそこまで言うなら、望月先輩に話を聞きに行ってみるとしよう。あれ？私の企画を採用してくれるの？まだ採用かはわからないんですけど、先輩の口から詳しい説明を聞けたらなと思いまして。詳しい説明って企画書に書いたので全部よ。あれで全部ですか？そう、水着を着た女の子たちに泳いでもらって、それをずっと撮影し続けるの。女の子たちの濡れた髪が、肌が照りつける太陽の下でキラキラ輝いてこれは絶対最高の映像作品になるわよ。ずっと女の子の画面っていうのは見てて飽きちゃうかなと思うんだけど。そう？私なら何時間でも見れちゃうけど。これは一種の芸術作品よ。望月先輩はそうかもしれないですけど。じゃあこの企画はダメ？そうですね、すみません。そっか、ダメ。いつの世も芸術は理解されないのね。いやー、企画書のまんまだったね。なんかごめんね、私が提案したことで迷惑かけちゃって。いやいや、あかねちゃんが謝ることじゃないよ。望月先輩の企画はダメだったけど、他の人に聞いたらまた違うかもしれないしね。気を取り直して次の人に聞きに行ってみよう。ほらこれ、1年の小日向さんが送ってくれた企画だよ。いちごのフルーツ紹介番組？私が大好きなフルーツちゃんたちをいっぱい紹介してあげる番組です。その紹介っていうのは、例えばどういうことをするのかな？そうですね、例えば桃さんならそのフォルムの美しさから解説します。丸くてでも触ると柔らかくて、指で押すとクニッとなるのがとっても可愛くて、あとは皮をきれいに剥けた時の気持ちよさですね。ここは外せません。たくさん語っちゃいますよ。味の紹介はしないのかな？もちろんしますよ。私の食べた美味しい桃さんベスト10から始まって。ちょっと待って、そのペースでいくつの果物を紹介するの？全部です。全部？はい、全部です。紹介できなかったフルーツちゃんがいたらかわいそうです。どのフルーツちゃんにも違った魅力がありますし。あ、でもドリアンだけは苦手なので紹介できないかも。いやいや、仲間外れにしちゃダメですよね。ドリアンもみんなと同じフルーツちゃんの仲間です。私頑張って紹介しますよ。あー、気持ちは嬉しいけどちょっと時間的に厳しいかもね。そうなんですか？フルーツちゃんの魅力を伝えるチャンスと思ったんですが。ごめんね、企画を送ってくれたのはとっても嬉しかったんだけど。いえいえ、時間が足りないなら仕方ないです。完成したら文化祭で見に行くので、桜井先輩頑張ってくださいね。やっぱ
り好きなものを語る企画だとどうしても時間が足りなくなっちゃうね。確かにね。私も実況の魅力を語る企画だったらずっと喋っちゃうだろうしな。え、その番組見てみたい？ありがとう。でも実況に興味ない人が見たら退屈に感じちゃうと思うんだよね。ただ喋ってるだけだと飽きちゃうよね。実際のパフォーマンスが挟まればいいんだけど。あ、そういう意味でもこれはいいんじゃない？軽音部の企画なんだけど。はい、私が考えて応募しました。この企画はつまりテレビの音楽番組みたいなのをやりたいってことかな。そうです。ニューロンクリームソフトがゲストっていう感じで。それで私らの演奏を聞いてもらったり軽いトークのコーナーもあったりする番組ってわけだ。でいいんだよね、桃子。はい。ふむふむ、なるほど。君はこの企画どう思う？だよね。私も面白くなりそうって思ってたんだ。今までの企画と比べて番組のイメージがちゃんと見えてくる感じがするんだよね。これトークのところはあかねちゃんが司会進行するんだよね。それだと嬉しいですね。お昼の放送の映像版みたいな感じがいいかなって。それなら放送委員会の作品って感じもするよね。朝比奈さん、これいい企画だと思うよ。あやや、褒められちゃいました。照れちゃいますね。ちょっといい？これ撮影はいつになる予定なんだい？夏休み中に撮影は終わらせるつもりだけど何か問題あるのかな。それだと私と桃子だけになるけどいいのかい？他のメンバーは旅行に行ってたり別の理由で部活に参加できない子もいたりするんだよね。なかなか予定が合わなくてね。そっか、全員揃わないのは残念だけど。でも黒川さんと朝比奈さんで演奏はできるのかな？ベースとキーボードだけだから、まあ本格的なバンド演奏とまではいかないけどね。ありがとう。よし、じゃあこの企画は決定ってことで。撮影の日程が決まったらまた連絡するから。面白い作品にしようと思っているのでよろしくお願いします。わかった、こちらこそよろしく。よろしくです。ああ、よかった。ようやく2つ目のコーナーが決まったよ。え？ああ、言ってなかったっけ。ともちゃんが企画した放送室探求の旅はもう撮影したんだよ。結構面白い仕上がりになりそうだよ。テンションの高いともちゃんが面白くってね。あとは私のコーナーだけか。うん、そう。前に言ってた実況を絡めたコーナーのこと。ずっと考えてるんだけど、なかなかいいアイデアが出てこなくて。ちょっと不安だな。ちゃんと思いつくのかな、私。今年の夏にしかできないことだから、後悔しない作品にしたいんだけどね。ううん、大丈夫。もうちょっと一人で考えてみるから。心配してくれてありがとう。それじゃあまたね。それじゃあ黒川さんはこっちに座ってください。ここだね。了解。私は隣でいいですか？はい、そこで仲良く並んでる感じでお願いします。なんだか楽しいですね。桃子、本当に楽しそうだね。まあ楽しもうかね。いつも通りで大丈夫だから。
あ、来てくれたんだね。うん、今日は今から例の番組の収録、よかったら見学していってね。ギャラリーがいた方が盛り上がると思うし。ああ、ともちゃんはね、今回撮影をお願いした映画研究会の人を呼びに行ってるんだ。あかねちゃん、大変大変。ともちゃん、どうしたの？あれ、映画研究会の人は？それがね、部室に行ったら誰もいなかったんだよ。慌てて撮影をお願いしてた人に連絡してみたら、風邪をひいちゃって今日は来れないみたいなんだよ。じゃあ撮影はどうするの？今日は中止？でも顧問の先生にお願いしたらカメラだけは貸してもらえたよ。こうなったら私たちで撮影するしかなさそうだね。そんなこと急に言われても困っちゃったな。でも放送委員でもない人にそこまで頼んじゃっていいのかな？どんと任せてくれ。うん、わかった。そこまで言ってくれるならどんと任せちゃう。よろしくね。じゃあ私と一緒にカメラ位置の打ち合わせをしよう。よろしくね。さあこっちも準備を終わらせなきゃ。じゃあ行くよ。よーい、スタート。皆さんこんにちは、放送委員会の桜井あかねです。今回は我が放送委員会がお送りする特別番組に豪華なゲストが来てくださいました。ニューロンクリームソフトの黒川なぎこさんと朝比奈桃子さんです。どうも、今日はよろしく。よろしくお願いします。お二人には後でたっぷり演奏していただくとして、まずは軽くトークのコーナーを。お二人は軽音部に所属していますが、軽音部のメンバーはとても仲がいいですよね。何か仲良くなる秘訣のようなものはあるんですか？秘訣ですか？なぎこちゃん先輩どう思いますか？別に特にはないね。秘訣とか考えたこともないし、そんな仲良かったっけ？いやいや、そんなことないですよ。軽音部は仲がいいって有名です。先輩後輩なのにまるでお友達みたいな間柄で、ああいう関係に憧れるという話も聞きますし、この映像を見ている生徒さんの中にも軽音部を参考にしたい人はいっぱいいると思います。秘訣かどうかはわからないけど、音でつながってる関係だから歳は関係ないね。気楽に何でも喋ってる感じかな。ふう、なるほど。そのあたり朝比奈さんはどう思われますか？なぎこちゃん先輩はとてもいい先輩です。私は尊敬してますよ。いやいや、話がずれてるから。今は音でみんなつながってるから上下関係なんてないって話だから。あ、いやいや、間違えちゃいましたか？でも本当になぎこちゃん先輩はいい先輩なんですよ。ふむふむ、いつもとっても優しいですし、いろいろ教えてくれますし。なるほど、いい先輩だというのが伝わってきますね。ねえ、もうやめない？これ、そろそろ恥ずかしさも限界。照れてる黒川さんなんて貴重なシーンが見られちゃいましたね。ちょっとさっきからあかねちゃんの表情ばっかだよ。もっとゲストの顔も撮らないと。何でしょう、スタッフの方でトラブルでしょうか？あ、いやいや、何でもないです。万事会長です。そうですか。では改めてお二人にお話をお聞きしますが、
これで収録終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。とっても楽しかったですよ。演奏もうまくいったしね。いい番組になったんじゃない？あとは私たちの編集次第だね。楽しみにしてますよ。絶対見に行きますからね。それじゃあ私たちはここまでってことで。行くよ、桃子。はーい。終わった。無事に撮影できてよかったよ。お疲れお疲れ。すごくよかったと思うよ。本当に？だったら安心したよ。あ、君もお疲れ様。そういえば撮影中にともちゃんと話してたよね。あれ何かあったの？それがさ、彼ってばあかねちゃんのアップばっか撮っててさ。え？私の？そうそう、ゲストのアップより多いんだもん。これじゃあかねちゃんの魅力爆発の作品になっちゃうよ。あ、でもそれはそれで面白いと思うけどね。へえ、そんなことがあったんだ。ま、あとは編集次第かな。さてと、カメラ返してこなくちゃ。ああ、それ私がやっとくよ。借りてくるのも頼んじゃったしね。うん、いいの？うん、二人は今日頑張ってくれたし、早めに帰ってゆっくり休んでよ。そっか、じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。よろしく。それじゃ今日はこれで解散ってことで、次の企画も頑張ろうね。はあ、あれ、まだ残ってたの？もう帰っていいって言ったのに。え、待っててくれたの？じゃあ一緒に帰ろうか。ああ、その前に改めてお礼を言わせて。今日は本当にありがとう。君のおかげで助かっちゃった。ああ、でもあれはないな。ほら、私のアップばっかり撮ってたって。いや、怒ってるわけじゃないんだよ。でもほら、その照れくさいじゃない。なんでそんなに私ばっかり撮ってたの？私の表情って、私の顔だけ撮ってても面白くないでしょ？え、そんなことない？喋ってる時の笑顔がすごく魅力的。私は笑顔だけでもいろんな表情があるって。そうなんだ。そんなこと初めて言われたよ。自分のことなのに知らなかったな。君は私の表情に詳しいんだね。え、いつも見てるから。ありがとう。その嬉しいな。でも本当はもっとちゃんとゲストも撮らないとダメなんだよ。え、次からは気をつける？じゃあ次もゲストが来る企画になったら、その時はよろしくね。でも本当に助かったよ。君がいなかったら撮影ができなかったもん。君は私じゃなかった、放送委員会専属のカメラマンだね。え、うん、まだ撮るよ。私の実況コーナーっていうのも残ってるし、どんなコーナーにするかはまだ思いついてないんだけど。夏休みも終わりが見えてきたのにな。このまま思いつかなかったら間に合わなくなっちゃうよ。絶対思いつくはず。そうだね、弱気になっちゃダメだよね。ありがとう。企画が思いついたらまた撮影お願いできるかな。頼りにしてるんだよ、専属カメラマンさん。朝の体操ならもう終わっちゃったよ。どうしても早起きできない？しょうがないな、君は。
ああ、私はちょっと考え事をね。ほら、例の実況企画ずっと考えてるんだけど思いつかなくて。はあ、もう諦めた方がいいのかな。そうだよね、実況企画をやりたいって言い始めたのは私なんだし、今年できなかったらもうできないかもしれないし、やっぱり最後まで考えなきゃ。弱気な発言なんて私らしくなかったね。ありがとう。やっぱりいい企画は出てこないね。君も一緒に考えてくれてるのに、何から考えればいいのかな。私が一番好きな実況は何か？そうだな、実況なら何でも好きだけど、一番っていうと、そりゃドロップキック。プロレスごっこしてるよ、元気だよね。あれ、プロレスといえば、今日ダイナマイトプロレスの放送日だ。ドーム大会のライブ中継がある日だよ。スコーピオン武藤が出るから楽しみにしてたんだ。え、君もそうなの？あ、でももうすぐ始まっちゃう時間だよ。あー、そっか、私の相談に乗ってくれてたから。君の家まで帰ったら間に合わないよね。じゃあその私の部屋で一緒に見る？あー、テーブルの上散らかってる。ちょっと待ってね、片付けちゃうから。よし、これで大丈夫かな。あ、あんまり部屋をじろじろ見ないでよ。なんだかちょっと緊張しちゃうな。男の子がこの部屋に来るの初めてだし。なんで君も緊張してるの？ほら、リラックスリラックスじゃないとプロレス観戦楽しめないでしょ。じゃあお茶でも持ってこよっか。ああ、ほんとだ、もう始まる時間だね。リモコンリモコン。あ、ちょうどだったね。今回はスコーピオン武藤に勝ってほしいな。派手じゃないけど頑張ってる感じがする選手なんだよね。私、頑張ってる人が好きなんだよ。見てると思わず声援を送りたくなっちゃって。あ、なんか熱く語っちゃったな。ごめんね、私ばっか喋っちゃって。え、本当に？そんなの言われたら語っちゃうよ。じゃあ試合見ながらにしよっか。この選手のどこが魅力なのか私が教えてあげるからね。あ、始まった。一緒にスコーピオン応援しようね。あ、危ない。うわ、まともに食らっちゃったよ。返せ返せスコーピオン。やったやった、カウント2だよ。反撃だ、いけ。いい試合だね、見てて興奮しちゃう。あ、コブラツイスト、スコーピオンの得意技だよ。え、あんなの逃げられるって？何言ってるのかな。スコーピオンのコブラツイストだよ、絶対逃げられないって。あ、その顔は信じてない顔だね。よし、じゃあ立って。今から私がコブラツイストをかけて絶対逃げられないんだって証明してあげる。よーし、じゃあ構えてね。普通に構えればいいんだよ。大丈夫大丈夫、やるフリーだけで痛くはしないからね。まずね、スコーピオンのコブラツイストは向かい合ってるところから入るんだよ。こうやって距離をとって、そしてパンチ。えへい、はい、食らったふりして。そう、
よろめく感じ、うまいうまい。それで気ができた瞬間にこうやって接近してさっと後ろに回り込む。そしたらまずはスリーパーホールドだ。たーぎゅー、スコーピオンの太い腕が相手の首に食い込む食い込む。そしたら相手は苦しがって暴れるわけ。それで体勢が崩れたところでスッと横に入り込んで、で、あれ？ちょっと待ってね、分かんなくなっちゃった。こっちの腕をこうして、で、足を絡めて、よし、これでコブラツイスト完成。このまま締め付けちゃうんだよ。ほら、ギュギューっとね。苦しいでしょう。どうかな、スコーピオン茜のコブラツイストからは絶対逃げられないんだぞ。ほらほら、反撃できないでしょ。もうギブアップかな。ん？なんで顔が赤いの？本気で攻めてないからそんなに痛くないでしょ。え？押し付けられて当たってるって何が？あ、まずいまずい、こんなことしてるうちに試合進んじゃってる。コブラツイストはロープでエスケープされちゃったみたいだね。今度は逆にスコーピオンがピンチだ。頑張れ頑張れ。あ、バックドロップ、これ相手の得意技だよ。もうダメだ。よかった、ギリギリカウント2だ。でももうスコーピオンフラフラだよ。あー、もうまともに立てない。あれ、意識飛んじゃってるのかな。あー、負けちゃうのかなスコーピオン。ずっと頑張ってる姿を見てきたから今回こそチャンピオンになってほしかったのに。え？あ、うん、そうだね、見てる私たちが諦めちゃダメだよね。最後まで応援しなきゃ。頑張れスコーピオン。あ、反撃した。スコーピオンもバックドロップでお返しだ。これでお互い五分と五分の状態だよ。さあ、立ち上がるのはどっちだ。おっと、先に立ったのはスコーピオンだ。フラフラの足取りでコーナーへと向かう。もう立っているのがやっとの状態でしょうか。だが、ずっと憧れていたベルトは目の前です。勝利はすぐそこだぞスコーピオン。おお、これは狙っているぞ。息を殺して相手の立ち上がる瞬間を待っている。走った、そして渾身のラリアット、そのままカバー、カウントが入る。ワン、ツー、スリー。やったーやったやった、やりました、スコーピオン無糖の勝利です。最後は渾身のラリアット一撃。今ここに新チャンピオンが誕生しました。やったね、私たちの熱い声援がテレビの向こう側まで届いたよ。え？で？あ、ごめん。君の手、握っちゃってたね。ごめんね、スコーピオンが勝って嬉しかったからつい。え？なんでそっちが謝るの？あ、私は全然嫌なんかじゃ、逆にドキドキしちゃったっていうか。で、そうじゃなくて、お菓子、私お菓子取ってくるよ。すぐ戻ってくるからここで待ってて。じゃあ行ってくるから。え、何、私に言いたいことがあるの？何かな。え、実況番組の
アイデアが浮かんだの？そっか。わあ、びっくりした。私はてっきり君が告白を。え？あ、なんでもないよ。それより番組のアイデアって何かな？プロレス番組の実況をしたらどうか？うん、確かにさっきも実況しちゃってたね。熱が入るとつい始めちゃうんだ。その姿が楽しそうだったから、それをそのまま番組でもやればいい？そっか、プロレス番組の実況か。それいいアイデアかも。プロレスの実況は私の原点の一つだし、一番私らしいことをやれる企画になるんじゃないかな。ありがとう。考えるだけでワクワクしてきちゃうな。プロレス実況の番組を作るなんて。でも大丈夫かな？うまくできるかちょっぴり不安だな。どうしたの？そんな急に熱くなっちゃって。私の実況をいっぱい聞いてきたからわかる？私だったら絶対にうまくいく。ありがとう。嬉しいな。それ私の好きなことをこんなに認めてくれる人がいるなんて。うん、私やってみる。勇気づけてくれてありがとね。あ、それと一つお願いしてもいいかな？本番は君にカメラを回してもらいたいな。君が見てくれてたらうまく実況できる気がするんだよね。